こんにちは。今回は3ミリのビーズとマルチョウビーズをステッチしてピアスを製作しました。材料です。3ミリのガラスビーズ、マルチョウビーズ、そして丸大ビーズを2つ、4ミリの丸カン、ピアスフック。ビーズステッチ専用の針と糸。糸は50センチにカットします。では作っていきます。針に、丸小ビーズに、ガラスビーズ1の順にビーズを通していきます。これを6回繰り返します。糸を2回結び、糸端を20センチ残します。ガラスビーズ1、丸小ビーズ1に針を通します。丸小ビーズと丸小ビーズの間に新たに丸小ビーズ1を取り付けます。これを6回繰り返します。丸小ビーズを6個取り付けました。次にガラスビーズ、丸小ビーズ、ガラスビーズを針に通して、先ほど取り付けた丸小ビーズと丸小ビーズの間にステッチしていきます。これを6回繰り返します。先ほどステッチした丸小ビーズをスキップして、ガラスビーズとガラスビーズに針を通し、次の丸小ビーズに針を通す。これを6回繰り返します。6回ステッチしたら、次のガラスビーズ、丸小ビーズに針を通します。糸を引っ張って引き締めます。するとこのように立体的になります。丸小ビーズ、丸大ビーズ、丸小ビーズを針に通して、丸小ビーズにステッチします。もう一度このように針を通していきます。ここから糸の始末をしていきます。
最初に20センチ残した糸も始末していきます。糸をカットします。もう一つ同様に作り、ここからピアスに仕上げていきます。丸カンを割って丸大ビーズに通してピアスフックをつけて丸カンを閉じます。つなぎ目を丸大ビーズに隠します。これでピアスが完成しました。今回は3ミリのビーズとマリソービーズをステッチしてピアスを製作しました。ご覧いただきありがとうございました。